進化論とは、生物が進化したものだとする提唱、あるいは進化に関する様々な研究や議論のことである。生物は、普遍のものではなく長期間かけて、次第に変化してきた、という仮説に基づいて、現在見られる様々な生物はすべてその過程の中で生まれてきたと、する説明や理論群である。進化が起こっているということを認める判断と、 進化のメカニズムを説明する理論という二つの意味がある。なお、生物学における進化は純粋に変化を意味するものであって進歩を意味せず価値判断について中立的である。進化は実証の難しい現象であるが、生物学のあらゆる分野から進化を裏付ける証拠が提出されている。初期の進化論はダーウィンの仮説に見られるように、 画期的ではあったが、事実かどうか検証するのに必要な証拠が十分にないままに主張されていた面もあった。だが、その後の議論の中で、進化論は揉まれて改良されつつある。現代的な進化論は単一の理論ではない。それは、適応、主文化、遺伝的不動など、進化の様々な現象を説明し予測する多くの理論の総称である。 現代の進化理論では、生物の遺伝的形質が世代を経る中で変化していく現象だと考えられている。本校では、進化思想、進化理論、進化生物学の歴史、社会や宗教との関わりについて解説する。なお、生物学において、進化論の名称は適切ではないため、進化学という名称に変更すべきだとの指摘がある。 古代ギリシアの哲学者アナクシマンドロスは、生命は海の中で発展し、後に地上に移住したと主張した。エンペドクレスは、非超自然的な生命の誕生を論じ、後の自然選択に類似した概念を書いている。中国では創始が、進化思想を持っていた。ジョセフ・ニーダムによれば、道教ははっきりと種の普遍性を否定し、道教の哲学者は、 生物が異なる環境に応じた異なる特徴を持っていると推測した。彼らは自然に対して、当時の西洋の性的な視点とは対照的に、向上的な変化を見出した。古代ローマの哲学者ルクレティウスは、ギリシアのエピクロス主義に基づいて、いかなる超自然的干渉もなしで、宇宙、地球、生命、人間とその社会が発展すると論じた。 ローマに受け継がれたギリシアの進化思想はローマ帝国の没落とともに失われたがイスラムの科学者と哲学者へ影響を与えた。イスラムの学者、哲学者で詳細に進化を推測したのは9世紀のエール・ジェホズであった。彼は生物の生存のチャンスと環境の影響を考え生存のための努力を記述した。イブン・ミスクアウェイは蒸気から水、鉱物、 植物、動物、そして、類人猿から人へと進む生命の発展の歴史を書いた。イブンアルハイサムは、進化論を称賛する本を書いた。他の学者たちアブ・ライハーン・ナルビー・ルーニー、ナスイル・ディーン・トゥースイー、イブン・ハルドゥンラも、進化思想について議論した。彼らの本は、ルネサンス以降、ラテン語に翻訳されて、ヨーロッパに持ち込まれた。 ルネ・デカルトの機械論は宇宙を機械のようなものとみなす科学革命を促した。しかしゴットフリート・ライプニッツやヨハン・ゴットフリート・ヘルダーのような同時代の進化思想化は進化を基本的に精神的な過程だとみなした。1751年にピエール・ルイ・モーペル注意はより唯物論的な方向へ傾いた。彼は繁殖と 世代交代の間に起きる自然の修正について書いた。これは、後の自然選択に近い。18世紀後半のフランスの自然哲学者ビュフォンは、いわゆる、種は、原型から分離し、環境要因によって際立った特徴を持ったものだと考えた。彼は、ライオン、ヒョウ、トラ、飼い猫が祖先を共有するかもしれず、200種の、 哺乳類が38の祖先に由来すると論じた。彼はその祖先は自然発生し内的要因によって進化の方向が制限されていると考えた。ジェームズ・バーネットは人が環境要因によって霊長類から誕生したのではないかと考えた。チャールズ・ダーウィンの祖父エラズマス・ダーウィンは1796年の著書。 ズーノミアで全ての温血動物は一つの生きたとに由来すると書いた。1802年には全ての生物は粘土から発生した有機物に由来すると述べた。また性選択に通じる概念にも言及していた。ジョルジュ・キュビエは1796年に原生の像と化石の像の違いを発表した。彼はマストドンとマンモスが 原生のいかなる生物とも異なると結論し、絶滅に関する長い議論に終止符を打った。1788年には、ジェームズ・ハットンが非常に長い間、連続的に働く、全身的な地質プロセスを衝述した。1811年には、キュビエとアレクサンドル・ブロンニャールはそれぞれ、パリ周辺の地質について、研究を発表し、 地球の戦士時代研究の先駆けとなった。1840年代までに地球の膨大な地質学的時間は大まかに明らかになっていた。1841年にジョン・フィリップスは主な動物賞に基づいて古生代、中生代、新生代に区分した。このような新たな視点はセジウィックやウィリアム・バックランドのようなイギリスの保守的な 地質学者かららも受け入れられたしかしキュビエは生命の発展の歴史を旅重なる天変地異による生物賞の入れ替えとみて天変地異説を唱えた。さらにその支持者は天変地異に続く新たな創造によると考えた。バックランドのようなイギリスの地質学者の中の自然神学の支持者はキュビエの激変説と聖書の洪水のエピソードを 結びつけようとした。1830年から33年にかけて、チャールズ・ライエルは、地質学原理を表し、激変説の代替理論として、成逸説を提唱した。ライエルは、実際の地層は、天変地異よりも、現在観察されているような、穏やかな変化が非常に長い時間積み重なって起きたと、考える方がうまく説明できると論じた。ライエルは、 進化に反対したが、彼の聖逸説と、膨大な地球の年齢という概念は、チャールズ・ダーウィンら以降の進化思想化に強く影響した。ラマルクの、進化論ジャンバティスト・ラマルクジャンバティスト・ラマルクは、最初は、生物が進化するという考えを認めていなかったが、無脊椎動物の分類の研究を進めるうち、19世紀になって、生物は何度も、 物質から自然発生によって生じると考え、著書、動物哲学で進化の学説を発表した。ラマルクは進化の仕組みについて、使用、不使用によって期間は発達もしくは退化し、そういった獲得形質が遺伝する。従って非常に長い時間を経たならば、それは生物の構造を変化させる、つまり進化すると考えた。 ラマルクのこの説を養父養説と呼ぶが、生物にとって適切な形質が進化するという意味では適応説と考えてよい。彼は進化は常に単純な生物から複雑な生物へと発展していくような一定の方向を持つ必然的で目的論的な過程だと考えた。複雑な生物は大昔に発生し、単純な生物は最近に発生した 途中の段階のもので、やがて複雑な生物に変化していくと考えた。生前彼の唱える進化の気候には賛同が得られなかったが、ダーウィンはパンジェネシスという考えで獲得形質の遺伝を自説に取り込もうしたし、ネオラマルキストを自称する科学者たちは RNA から DNA の逆転者にその科学的な説明を与えようとすることが知られている。 現在ではその説に否定的な研究者が多いものの、ラマルクの仮説は科学的手続きによって検証される最初の進化論であり、そのことに関して異論を持たれることはない。ラマルク以降の進化論イギリスの解剖学者、ロバート・グラントは、ラマルクの生物変異論学派の影響を受けた。グラントに影響を与えた、もう一人、エティエンム・ムジョフロワ・サンティレールは、 様々な動物の解剖学的特徴の創造性や、ボディプランの類似を論じ、これは、キュビエとの間に激しい論争を引き起こした。グラントは種の変化と進化について、エラズマス・ダーウィンとラマルクの考えを証明するために、海洋生物の解剖学の研究を行いけニとなった。ケンブリッジ大学の若い学生であった、チャールズ・ダーウィンはグラントに加わって、 海洋生物の調査を行った。1826年に匿名の記事がラマルクの進化思想を賞賛した。この時初めて現在的な意味で進化が使われた。1844年にスコットランドの出版業者ロバート・チェンバースは匿名で創造の自然史の痕跡を出版した。これは幅広い関心と激しい論争を引き起こした。この本は 太陽系と地球の生命の進化を提案した。彼は化石記録が人間につながる上昇を示しており、他の動物は主流を外れた枝だと論じた。進化が定められた法則の発言であるとする点で、グラントのより過激な唯物論より穏やかであったが、人間を他の動物と結びつけたことは多くの保守派を激怒させた。痕跡に関する公的な議論は、 進歩的進化感を含んでおり、これはダーウィンの認識に強く影響した。キュビエは種が普遍であると主張し続け、ラマルクとサンティレールを攻撃した。キュビエの主張と科学的地位の高さは、種の普遍性が科学界の主流であり続ける助けとなった。イギリスでは自然進学が力を持ち続けていた。ウィリアム・ペイリーの時計職人のアナロジーで有名な、 自然進学は一部は、エラズマス・ダーウィンの種の変化に対して書かれた。地質学者は、自然進学を受け入れており、バックランドや、アダム・セジ・ウィックは、ラマルク、グラント、痕跡の進化思想を攻撃した。聖書の地質学を批判した、ライエルも種は普遍であると考えていた。ルイ・アガシーや、リチャード・オーウェンのような思想家も種は、創造主の心を反映しており、 不変だと考えていた。彼らは化石記録と同様に、発生パターンの主観の類似性にも気づいていたが、神の行為の一部だと考えていた。応援は、創造性の研究から神が創造した、原型が一連の類似種を生み出すのだと考えた。ダーウィンは、応援の創造性の研究を、自分の理論の発展に用いた。痕跡が引き起こした論争は、 考えの請求な公表を思いとどまらせた。チャールズ・ダーウィン。自然選択による進化の理論を提案した。チャールズ・ダーウィンは1831年から1836年にかけてビーグル号で地球一周する航海を行った。航海中に各地の動物賞や植物賞の違いから種の普遍性に疑問を感じ、ライエルの 地質学原理を読んだ。そして地層と同様、動植物にも変化があり、大陸の変化によって新しい生息地ができ、動物がその変化に適応したのではないかと思った。1838年にマルサスの人工論を読み自然選択説を思いついたと、辞伝には書かれている。鳩の品種改良についての研究でさらに考えがまとまっていった。 1858年にアルフレッド・アオレスがダーウィンに送った手紙に自然選択説と同様の理論が書かれていたことに驚き自然選択による進化理論を共同で発表したダーウィンはさらに執筆中であった自然選択と題された体調の要約をまとめ1859年11月24日に種の起源として出版した主の起源の中では現在の 進化を指す用語として、あらかじめ内在的に用意された構造の展開出現を意味する、エボリューションではなく、変更を伴う由来という語を使っている。また自然選択、存在し続けるための努力、そして後の版では、ウォレスの提言を受け入れ自然選択をわかりやすく説明する語として、ハーバート・スペンサーの適者生存を使用した。 これらの要因によって環境に適応した形質を獲得した種が分岐し多様な種が生じると説明した。ダーウィンは進化の概念を多くの観察例や実験による傍証などの実証的成果によって進化論を仮説の段階から理論にまで高めたのである。ウォレスは性選択説を認めず非適応的と思われる形質も 自然選択で説明しようと試みたが、これは現在の有料遺伝子説に近い説明であった。またオレスは人間の高い知性や精神的能力は神のような超自然的存在の干渉によるものだと考えた。ダーウィンの進化理論は多くの批判、反論を受けたが多くの指示も得て次第に影響を広げていった。この影響はその後、 自然科学の枠外にまで広がった。しかし進化を駆動する原因として、自然選択説の承認は、時間がかかった。ジュリアン・ハクスリーは、この時期を、ダーウィンの黄昏と呼んだ。19世紀後半以降、自然選択説の代替理論として、当時有力視された代表的なものは、有心論的進化論、ネオラマルキズム、抵抗進化説、超約説である。 有神論的進化論有神論的進化論は神が生物の進化に介入したと考えた。これはアメリカでダーウィンを強く支持した植物学者エイサグレイによって広められた。しかしこの考えは当時学問的に非生産的とみなされ1900年頃には議論されなくなった。この考え方は現代のインテリジェントデザイナー論に受け継がれている。 抵抗進化説、抵抗進化説は、より完全な方向に向かって、直線的に生物が進化するという概念である。この考えも19世紀には、かなりの支持者がおり、アメリカの古生物学者、ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンが、その代表である。抵抗進化説は、特に古生物学者の間で人気があり、彼らは20世紀半ばまで、化石記録が、 段階的で安定した方向性を示していると考えていた。跳躍説、トマス・ハクスリー跳躍説は、新しい種が大きな突然変異の結果として出現するという考えである。ダーウィンの強力な支援者であったトマス・ハクスリーも、自然は飛躍しないというダーウィンの主張に疑問を呈し、跳躍的な進化を先見的に排除すべきではないと考えた。アーガイル校など、 当時の進化論の支持者の多くも、超薬説を支持した。ユーゴード・フリース、ウィリアム・ベイトソン、そしてトーマス・ハント・モーガンも、経歴の初期には、超薬論者だった。これは突然変異説発見の基盤となった。遺伝子の発見と突然変異説1865年に発表されたメンデルの法則は、当時は重要性が全く理解されなかったが、 1900年に再発見されて広い支持を得た。メンデルの遺伝子に関する説では、遺伝子は、親の生活とは、何の関係もなく全く変化せずに子孫に、受け渡されるため、進化を否定する理論と考えられた。突然変異は、ド・フリースによって発見された。これによって遺伝学からも遺伝子に変化を生じる、可能性、つまり進化の可能性が認められた。 しかしドフリースは自然選択とは無関係に突然変異によって新しい種が生じ、生じた種の間に自然選択が起こるという超薬説の一種である突然変異説を提唱した。この発見は種内の個体の量的形質とその統計に関心を持っていたピアソン、ウェルドンに代表される生物測定学者とドフリース。 ベートソンに代表される不連続的な変異を重視するメンデルハイデン学者の間に激しい対立を引き起こした。T.H. モーガンは突然変異説を確かめようと黄色症状映えで実験を行った。モーガンの研究は染色体説の提唱につながると同時に突然変異が直接に新種を生み出すことはまずないと考えられるようになった。 そして個体に遺伝的変化を生じさせ、自然選択が働く、遺伝的多様性を増加させる原因であることが判明した。集団遺伝学と総合説の成立1930年代に確立された集団遺伝学は、生物測定学とメンデル遺伝学の間の不一致、連続的形質と不連続な遺伝子という問題を一貫して説明可能であることを示した。 また遺伝子頻度の変化を進化と考え、その要因の説明に努力が注がれた。ロナルド・フィッシャーは、生物統計学の統計手法と遺伝学を結びつけた。JBS ・ホールデンは、実際に野外で自然選択が働いていることを認めた。C ・オルライトは、遺伝的不動と適応計観の概念を提唱し、小集団における選択、不動の効果を調べた。 エルンストマイヤーは種文化のメカニズムを解明し、多くの種文化は地理的に隔離された個体群で起きると主張した。こうした新たな学問分野の確立や研究の進展によって、ダーウィンの自然選択説を基本にしつつ、集団遺伝学、系統分類学、古生物学、生物地理学、生態学などの成果を取り入れて、 生物の形質の進化を説明することが主流になった。これを総合説と呼ぶ。総合説に関わった生物学者は多く、唱えた説は少しずつ異なる。総合説を批判する論者は、総合説の中の特定の意見を総合説とみなして批判していることが多い。ネオラマルキズム伝統的な総合説では、 生物の進化は偶然に生じる突然変異に委ねられており、自然選択は有利な突然変異が生じなければ意味をなさない。このことに納得できない研究者が、生物自身が進化の方向を決めているはずだという説を出すことが再三あった。特に、長い期間の変化を追う、古生物学者などにその例が多い。そのような考えを、ネオラマルキズムという。 ネオラマルキズムは、獲得形質の遺伝を進化の最も重要なメカニズムとみなし、ダーウィンを批判した、イギリスの作家サミュエル・バトラーや、ドイツの生物学者、エルンスト・ヘッケル、アメリカの古生物学者、エドワード・コープラに支持された。獲得形質の遺伝は、ヘッケルの反復説の一部であった。ネオラマルキズムの批判者、例えば、アルフレッド・オレスとアウグスト・バイスマンは、 獲得形質の遺伝の強固な証拠が一度も提示されていないと指摘した。この批判にもかかわらず、獲得形質の遺伝は19世紀後半から20世紀序盤で最も人気のある説のままだった。抵抗進化説を唱えたアイマーがこの代表である。彼は化石の記録を見て、生物に内在する力が原因で適応的かどうかとは、 無関係に一定方向に進化が起こると主張した。今西金次の進化論にもその傾向がある。アウグスト・バイスマンは、19世紀後半に、生殖細胞と体細胞を分け、次世代に形質を遺伝させることができるのは、生殖細胞だけで、体細胞が獲得した形質は遺伝しないと主張し、獲得形質の遺伝を唱えるネオラマルキズムを批判した。また、 分子遺伝学的知識からも、こうした説は否定されている。20世紀の半ばには、分子生物学が交流した。分子生物学は遺伝子の科学的性質を明らかにし、し DNA の配列とそれらが持つ、遺伝的暗号の関連を解明する道を開いた。特にタンパク質電気営動や、プロテインシーケンスなどの強力な技術の発展が、進んだ。 1960年代初頭に生科学者ライナス・ポーリングとエミール・ズッカー・カンドルは分子時計説を提唱した。二つの種の相当なタンパク質の配列の際は、二つの種が分化してからの時間を示しているかもしれない。1969年までに木村元親その他の分子生物学者は分子時計の理論的な基礎を確立した。 そして少なくとも分子レベルでは大部分の突然変異は有害でもなく役に立ちもせず遺伝的不動は自然選択よりも遺伝子頻度の変動に重要な役割を果たすと主張した。またこの分野は集団遺伝学に分子データの利用をもたらした。1960年代初頭から分子生物学は 進化生物学の伝統的な視点に対する脅威とみなされた。指導的な進化生物学者、特にエルンストマイヤー、テオドシウス・ドブジャンスキー、ジージー・シンプソンらは、分子的なアプローチが、特に自然選択との関わりについて、非常に懐疑的だった。分子時計と中立説は、非常に論争的で、 不動と選択の相対的重要性に関する議論は1980年代まで続いた。中立進化現在は、そもそも突然変異と言われたゲノム上の変異は、ランダムではなく、DNA の修復機構や複製機構に根ざした方向性のある変異であるという理解がされつつある。例えば、大野犬は、複製における遺伝子重複が進化に果たす役割を解き、 古沢光は、岡崎フラグメントによる DNA 複製において、一方の鎖は突然変異の確率が高いという、不均衡進化論を唱えるなど知られている。また、個体数動体の変動に伴う創始者効果や、貧主効果、個体群の周辺に進化が起きやすいといった生物の、社会集団における動的不平衡に着目したものや、 スチュアート・カウフ,フマンのように自己組織化による形質形成を重視した説もある。こういった議論の下敷きになっているのは1968年に発表された木村元の中立進化説である。中立説は変異自体は生物にとって有利なものは少なく実際は生物にとって有利でも不利でもない中立的なものが多いがそれが 遺伝的不動によって偶然広まることでも進化が起こると考え、適応進化については自然選択が原動力になると考える。モーガンも中立説に似た考えを1932年に提唱したと言われている。中立説は現在の進化学では非常に重要な位置を占める。例えば主文化の起きた時期を調べる分子時計は ゲノムの自然選択が働いていない部分に注目するため、中立説を理論的根拠としている。近年発達した分子生物学の DNA 研究によって、生物の DNA に刻まれている遺伝情報の類似性をもとに、生物進化の系統図を構築する研究が進められている。遺伝子中心の視点1960年代中頃に、ジョージ・ウィリアムスは、 生物の適応を種の存続のためと説明する立場を批判し、軍選択論争を引き起こした。そのような説明は、進化における遺伝子中心の視点によって置き換えられ、W.D. ハミルトン、G.R. プライス、ジョン・メーナード・スミスらの血縁選択説に集約された。この視点は、リチャード・ドーキンスの1976年の影響力のある著書。 理己的な遺伝子で外説された。古典的な軍選択は非常に制限された状況でしか起き得ないことが示されたが、その後でより洗練された新しいバージョンが提案された。1973年にリーバンベーレンはルイス・キャロールから引用した赤の浄化説を提案した。ある種の生物が進化すれば、それに関わる。 他の生物も対抗適応を発達させ進化を続ける。このような視点は進化的軍拡競争と呼ばれる。ハミルトン、ウィリアムズらはこの考えが有性生殖の進化にも応用できるかもしれないと考えた。有性生殖によってもたらされる遺伝的多様性は生活感が短く急速に進化する寄生生物への抵抗を維持することができ。 そのために遺伝子中心の視点からは、無駄が多いはずの優性生殖は、一般的になり得る。遺伝子中心の視点は、ダーウィンの性選択説を蘇らせ、近年では、死有観の対立、親子の対立、イントラゲノミックコンフリクトに焦点が当てられている。社会生物学 W.D. ハミルトンの血縁選択の研究は、社会生物学の登場に寄与した。 理他的行動の存在は、ダーウィンの時代から、進化理論からは、説明が困難であると考えられていた。1964年の論文はこの問題の解決を大きく前進させた。昆虫における、新社会性だけでなく、様々な理他的行動を結縁選択説は、説明できる。理他的行動を説明する理論はさらに続いた。そのうちいくつかは、 ゲーム理論に由来する。1975年にイーオーウィルソンは影響力があり、非常に論争的でもある著作、社会生物学、新たなる総合を出版した。その本でウィルソンは進化理論が人間も含む多くの動物の利他的な振る舞いを説明できると論じた。スティーブン・ J ・グールド、リチャード・ルーンティンを含む批判者は社会生物学が 人間の行動に関する遺伝的要因の影響を誇張していると批判した。またその主張はイデオロギー的偏見を含んでおり、科学ではないと批判した。そのような批判にもかかわらず、社会生物学の研究は続いた。1980年代以降のダーウィンメダルと、クラフォード小生物科学部門の受賞者の半分以上がこの分野の研究者で占められる。 この分野の研究者の一部は行動に関わる遺伝子へ目を向け分子生物学との交流を流した。その結果、生物の社会行動の分子的基盤を解明する分子生態学という新たな分野の誕生につながった。遺伝子の水平遺伝細菌学は初期の進化理論では無視されていた。これは最近、 特に幻覚生物での形態的な特徴の欠如と種概念が十分に整っていなかったことが原因であった。現在、進化の研究者はより優れた微生物生理学と微生物生態学の理解を持っている。これらの研究で微生物の完全に予想とは異なるレベルの多様性が明らかになっており、それは微生物が 地球の生命として支配的であることを示している。微生物進化の研究で特に重要な発見は1959年に日本で見つかった遺伝子の水平電波である。バクテリアの異なる主観で行われる遺伝物質の伝達は薬剤体制の進化の研究において重要な役割を果たした。近年ではゲノムに関する理解が進展し遺伝物質の水平電波が すべての生物の進化で重要な役割を果たしたことが示唆されている。特に細胞小器官の起源を説明する細胞内共生説の一部として遺伝子の水平電波は深核生物においても重要なステップであった。進化発生生物学1980年代と1990年代には総合説は詳細な研究に注目した。 進化生物学への構造主義的な視点は、スチュアート・カウフ,フマニア、ブライアン・グッドウィンのような生物学者からもたらされた。彼らは、サイバネティクスと、一般システム理論からアイディアを取り入れて、発生過程における自己組織化機構を強調し、進化にも直接作用する要因であると述べた。スティーブン・ジェイ・グールドは、発達過程における期間ごとの成長率の、相対的な差が、 進化における新しいボディープランの起源となるのではないかと考え、初期の進化理論の概念であったヘテロクロニーを蘇らせた。遺伝学者、リチャード・ルーンティンは、ある生物の適応が最初から最後まで、同じ選択圧の産物として誕生するのではなく、他の適応の偶然の産物として誕生することがあるのではないかと考え、1979年に、 影響力のある論文を書いた。そのような構造の不体的な変化を彼らはスパンドレルと呼んだ。後にグールドとブルーバワー、そのような過程で得られる新しい適応構造を外適応と呼んだ。発生に関する分子的なデータは1980年代から90年代にかけて急速に蓄積された。 それは動物の形態的多様性が動物種ごとに異なったタンパク質によってもたらされるのではなく多くの動物種で共通したわずかな一連のタンパク質によって起こされていることを明らかにした。それらのタンパク質は発生的なツールキットとして知られるようになった。このような視点が系統発生学、個性物学、 比較発生学に影響を与え、進化発生生物学という新たな分野を生み出した。この分野は現在表現型と発達的な可塑性に注目している。例えば、カンブリア爆発の基礎的な動物のボディプランの登場は、部分的には環境の変化に伴って起きた細胞同士の固有の組織化が原因で、その後の自然選択によって定着したかもしれないと。 示唆された。このようなアイディアは、複数の著者によって、論文集、オリジネーション・オブ・オーガニズマル・フォームとして出版された。ダーウィンが提案した、進化理論の中で、共通祖先からの進化、集団内の変異の変化によって生じる進化、主文化と分岐による、生物多様性、適応進化における、自然選択の役割は、 現在の進化学においても揺るぎのない枠組みとなっている。一方20世紀中盤に進化学に加わった中立説は分岐系統学に新たな証拠を提供し自然選択の働かないランダムな進化過程のメカニズムを明らかにしようとしている。現在、集団遺伝学、生態学、生物地理学、個性物学などの総合的な分野として 発展してきた進化学は、さらに分子生物学、進化ゲノム学、進化医学など、様々な分野の進展を取り込みながら、確立された科学の一分野として発展している。近年、発表される様々な報告や気候の提唱などは、基本的に、ダーウィンの考えた大まかな進化の枠組みを基盤として、さらに発展させる方向に進んでいる。 しかし、一部の学者は、ダーウィニズムや、ネオダーウィニズムを原理主義であると考えており、科学ではないという見解がある。英語のエボリューションという語は元来、ラテン語起源で、内側に巻き込んでおいたものを外側に展開することを意味しており、現在でも展開の意味で使われる。最初にこの概念が生物学に沿用されたのは、発生学の前性説においてであり、 個体発生に際して、あらかじめ用意された個体の構造が展開生成するプロセスを指していた。今日の日本語で、進化と翻訳されるような系統発生のプロセスを指す。語としてのエボリューションは、個体発生のこの概念を系統発生に対して援用したものである。自らの進化論において定められた方向への進歩を意図していなかったチャールズ・ダーウィンは、 当初彼自身はこの語を積極的に採用していない。19世紀頃は進化は進歩と同義であった。その頃のヨーロッパではフランス革命や啓蒙思想などの普及によって人間社会が発展の最中であり、多くの人がそれが生物の進化と同じものであると主張していた。それは神による創造の原点こそが最高の状態で、 歴史のプロセスはそこからの堕落による神からの離反であると捉えるキリスト教的生命史観のもたらす不安からの救済思想でもあった。20世紀には社会的文化的変化が進歩と厳密に同義であるという考え方は多くの社会科学者から受け入れられないものとなっている。また現在では一般的にダーウィンの進化の説明の解釈についても 生物の変化は進歩とは異なるものとして捉えられている。19世紀以降は進化といった時は社会や文化のそれでなく生物の進化を指す。この生物の進化とはある生物の集団がある世代から次の世代に変わる時のありる頻度の変化を意味する。それは簡単に言えば すなわちチャールズ・ダーウィンの自然選択のアイデアに基づく種の進化論そのものでもある。進化は単に事実を記述する語に過ぎないのであって、それ自体が価値判断を含むわけでなく、その意味で進歩とは異なるのである。にもかかわらず、進化と進歩の混同、事実と規範の混同はしばしば見られ、講述するソーシャルダーウィニズムもその誤解の産物であった。 現在の日本において一般的に進化という言葉が使われている場合、学術的に厳密な進化ではなく進歩、グレードアップというニュアンスで用いられ、本来の進化もそうであるかのように認識されている。19世紀後半にハーバート・スペンサーは自然選択説を社会に適用して最適者生存によって社会は 理想的な状態へと発達していくという社会進化論を唱え、ヘッケルは国家間の競争により社会が発達していくという社会進化論を唱えた。スペンサーは生物は下等から高等へと進歩していくというラマルクを高く評価していたと言われており、進化に目的や方向性はないと考えるダーウィニズムではないと思われる。その主張は 有性学とも異なる。その例によく挙げられるナチズムは、進化論の原理原則とは対立しており、関連づけるのは不可能である。以下のナチズムの主張は、進化論とは全く相いれない。20世紀後半には、エドワード・オズボーン・ウィルソンが、その著作、社会生物学の中で、進化論的社会生物学が将来、人間についての社会科学に、 大きな影響を及ぼすだろうという展望を述べて大論争を引き起こした。その初期の批判の中には、ウィルソンや社会生物学の主張をナチズムに結びつけたものも見られたが、論争を通じて、そうした批判は誤解に基づくものであることが次第に明らかになった。この論争の経緯については、社会学者、ウリカ・セーゲルストローレが、その著作、 真理の擁護者たちの中で詳細かつバランスよくまとめている。創造論は聖書やクルアーンといった教典内の創造主による創造を主張する。創造論については多くの説があるため項目参照のこと。生物は進化するというテーゼは現在では学会で科学的仮説として受け入れられているが宗教や国によっては信仰的。 社会的に受け入れられているとは限らず、アメリカには、進化論裁判の例がある。アメリカ合衆国の南部などいくつかの州では、プロテスタントの一部に根強い聖書主義の立場から、進化論が否定されている。ケンタッキー州には、進化論を否定する創造博物館が建てられている。カトリック教会では1996年10月に、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世が、 進化論は仮説以上のもので肉体の進化論は認めるが人間の魂は神に創造されたものだと述べたつまり人間の精神活動の厳選たる魂の出現は進化論的過程とは関係ないとする限定付きで進化論をキリスト教と矛盾しないものと認めた1950年の会直フマニ・ゲネリスでも 生物としての肉体の起源の研究である限りは許容されているが、この開直の時点では、進化論は未証明の学説とされ否定的に扱われており、進化論をすでに実証されたものとして扱う立場が批判されている。1958年に刊行されたフランシスコ海約創世記の解説では、進化論が誤りであることが明らかになった。 という記述がなされている。その後、ヨハネ・パウロ2世の次の教皇ベネディクト16世は、進化論は、すべての問いに答えていないと否定的な認識を示した。しかしさらに次の教皇フランシスコは、神は、自然の法則に従って進化するように生物を、創造したと進化論は、創造論と矛盾しない見解を示した。 近年アメリカ合衆国のいくつかの州において創造論が明確に学校教育に持ち込まれようとしている。1980年代には裁判で創造論の理科教育への持ち込みを禁ずる判決が出された。そのために神による創造を科学的に解明する運動が創造科学として湧き上がった。しかし創造科学も 創造論と同様に科学ではなく宗教であるという連邦裁判所の判決が下された。米世論調査企業ギャラップが2010年2月11日に発表した調査結果によると進化論を信じていると答えた米国人は40%であり過去10年間に行われた調査においても44から47%の人が神が過去1万年ほどの間に 人間を現在のような形で想像したと信じていると答えている。その後、創造科学運動は宇宙や生命を設計し創造した存在を認めるインテリジェントデザイン説を公教育に取り入れようとする動きがある。インテリジェントデザインでは極めて精妙な生物の細胞や機関の仕組みを例に挙げて複雑な細胞からなる生体組織が進化によって 一人でに出来上がったとは考えられない。したがって、想像に際しては、高度な知性によるデザインが必要であったといった主張がなされている。また、想像科学と同様に想像論に科学的根拠を持たせようと試みているが、運動の中心は、くさび戦術と呼ばれるものである。これは、インテリジェントデザインの科学的妥当性を立証するのではなく、 進化論の不十分な点、まだ説明できない生物の現象を強調する。ジョージ W ブッシュは、平等のために進化論のみならずインテリジェントデザインも、学校の理科の時間に教えるべきだと述べたが、翌日報道官が撤回した。2005年11月、カンザス州教育委員会は、多数決の結果 ID 説の立場を取り、進化論を、 問題の多い理論として教える科学教育基準を採決した。この決定にあたり、ID 説を支持する創造科学者たちを批判するために作られたパロディ、空飛ぶスパゲッティモンスター教団が登場し、ネット世論を大いに沸かせた。インテリジェントデザインは、ペンシルベニア州ドーバー学区における裁判で宗教であり、科学ではないと指摘された。保守的なイスラム教でも、 進化論は否定される。イスラーム原理主義の方針を取るアラブイスラーム学院のウェブサイトには進化論を否定する文章が掲載されている。実態は変態に近いと言えるポケットモンスターの進化もハラーム扱いを受けカードを交換して収集するポケモンカードゲームの遊び方がイスラムで禁じられる賭博に当たるとされたことも合わせて保守的なイスラム諸国では ポケモンのゲームやグッズの販売制限が行われるに至った。詳しくはポケットモンスター関連事件批判のイスラム諸国の乱を参照。トルコのエルドアン政権は2017年公立学校の義務教育課程で進化論を教えないことを決めた。進化論の理解には哲学的な素養が必要で、児童、生徒には難しすぎるとの理由を挙げているが、 世俗主義者からは批判が出ている。なお、イスラム系新宗教バハイ教のアブドゥル・バハーも、書簡の中で進化論を否定している。エホバの証人も明確に進化論を否定している。創造論においては、生物の遺伝による変化は認められている。例えば、色の黒い人からは黒い子供が生まれ、背の高い人の子供は、背が高くなることが多いとか、 トラとライオンは共通の先祖を持ち、一方は島のある個体群に分かれ、一方は縦紙を持つ個体群に分かれたので、両者は姿が似ており、先祖は同じであろうとか、その程度の考え方は認めている。ただしそのような変化は進化ではないとし、例えば魚類が両生類に、爬虫類が鳥類になるといった構造機関が、 根本から変わるような進化は否定している。法輪功では進化論否定が中国共産党批判と結びつけて展開されており、大紀源時報には進化論を否定する記事が掲載されている。このようにアブラハム系を中心として諸宗教からの反対を受けてきた歴史のある進化論であるが、オカルトやニューエイジの分野では競技そのものへの取り込みが行われてきた。 意識や、霊性の進歩、向上を、進化と呼称するのが、代表的な例である。ルドルフ・シュタイナーやブラバツキー夫人のように、著書の中で神秘学的な教義に基づいた、人類進化の過程を記した人物もいる。生物学者の中には、経験な信仰を持つ者もおり、その一部は、生物の進化を神の創造の過程とみなしている。この中には、遺伝学者、 テオドシウス・ドブジャンスキー、現代では、分子生物学者、フランシス・コリンズなどが挙げられる。また他の一部は、理心論を信じ、生物の進化と進行を両立させている。岩波生物学辞典第4版に奴隷、マーク、誰が進化を疑うのか、生物の進化最近の話題チャーファス、ジェレミー編、松永俊夫、野田春彦、岸シにニヤ風館。 ライフサイエンス教養総書9、1984年。ISBN45 億6303万9276。リドリー、マーク、エボリューション、ブラックウェル・パブリッシング。ISBN14 億510万3450。バートン、ニコラス・ H、ブリッグス、デレック・イージー、エーセン、ジョナサン・ A、ゴールド・スティン、デビッド、B ・ビー・アンド、パテル、ニパム・ H、 進化分子、個体、生態系、宮田隆星山大輔役、メディカルサイエンスインターナショナル、2009年。ISBN 9長7848億9592万6218。ドーキンス、リチャード、進化の存在証明、タルミユージ役、早川書房2009年。 ISBN 9長7841億5209万904 2003年11月号科学1月号関東こと石川光るシリーズ新科学編者の言葉岩波書店養老武けしもてぎけに原理主義を超えてする目を見ていかがわかるか角川書店2003年 P100 から124 フマにジェネリスバチカン公式サイト内の英語版テキストフランシスコ海約聖書創世記に付された創世記解説にはしかしながら科学者の考え出す歴史は往々にして誤っていることがある特に人間の進化については後に誤りであることが判明したとある神は生物を進化するよう作った元老魔法をも 皇帝朝日新聞2014年10月30日12時32分、イスラームは、進化論について、どう考えているのでしょうか。トルコの学校、消える、進化論反イスラムだから世俗派は反発。朝日新聞長官。 h t t p w w w a s a h i c o m a r t i c l e s d a 3 s 1 3 0 5 2 5 6 0 h t m l 第四部人間の起源と能力と状態について、等文化の解体、第二章、進化論の注入は、無神論と,論と闘争哲学の普及のため、高橋岩尾役、赤社年代記より、国書館公開、 1994年、大田敏弘、現代オカルトの根源霊成進化論の光と、闇ちくま処方、ちくま新書、2013年。ISBN 978から4から480067258。ありがとうございます。